定時飛行の予定時刻をお知らせいたします。最初に9時ちょうど浜松基地所属の T400 練習機および T4 練習機によるオープニングフライト、同じく岐阜基地所属の F2 戦闘機による機動飛行、そして本日のフライトを締めくくるのは現在きれいに駐機されているブルーインパルスの展示飛行。こちらはこったやん、ケーキサイドがあるよ。飛行内において浜松基地隊員による救助太鼓の演奏、
んはどこから来るか当たりましたか？外れました。外れました。あの旋回するんか。あろうヘッド、ヤジのようなこの子たち、かっこいい。アロヘッド体験は航空祭ですか？実は見られないんですよ。会場を離脱した3機の D400 と6機の D4 は体型を変え、それぞれ進入してまいります。9機の航空機、そこの君、今飛行機どこ飛んでるかわかるかな？はい、3機の D400 が AMAX の大きな格納庫の上を今飛んでいますよ。さっき見つけられなかったそこがあなた、3機の D400 がお母さん、マジで見んやん。マジで見んやん。向かう空見て、この黒人見えんねんけど、空見て目おかしなったら、下見るとめっちゃ黒人に見とったの。斜め1列のエシロンと呼ばれる体型で進入してまいります。この体型は飛行場上空で解散をし、着陸する際などに使われます。渡り鳥のようなこの一周体型は、操縦者たちの高い操縦技術と相互の強い信頼関係がなければ作ることはできません。通常は多くても4機でしかエシロン体型で飛行することがないため、優雅に飛行してそうに見えますが、今頃パイロットたちは難しいと言いながら操縦をしているはずです。皆様、会場左手をご覧ください。航空自衛隊70周年ということで、特別塗装機の T4 が間に挟まれ進入してまいります。
皆様、T4 がかっこよく着陸した後の姿勢にもご注目ください。なんだか機首が上がったままグランドロールしてますよね。うん、美しいよ。これはエアロダイナミクスブレーキと呼ばれ、空気抵抗も6面いっぱいです。豆知識でした。着陸が決まりましたら大きな声でナイスランディングと叫んであげてください。決まった、ナイスランディング。さあ2番機はどうでしょう。今度は右手の親指を上げてサムズアップしてナイスランディングを叫びましょう。ナイスランディング。さあ空気の最後を飾る3番機、今度は両手の親指を立ててせーの、ナイスランディング。こちらは応募幹部と言いまして、航空機の安全な離着陸を常に監視しております。皆様、搭乗周辺で。